こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、3月14日の朝5時4分ですね。いつものようにこの一風堂のカップラーメンで夜が明けました。実際起きたのは3時ぐらいだったんですけども、2時間ほど作業してね、今一息つく朝食のカップラーメン、まさに朝飯前って感じですよね。朝飯前に、ちゃんと売り上げをねパパッと何万円か上げて、そのご褒美に一風堂のカップラーメンを食べるということでございますね。いやー、コストパフォーマンスいいですね。カップラーメン1個で売り上げ上がっちゃうわけですからね。まあでもね、これからもまだまだますます頑張っていかないと、勉強して皆さんにもっともっといいね、まあ、お金の知識を提供できるように頑張っていこうかと思います。今年はですね、分散型金融 DeFi っていうのを、暗号通貨を元にお送りしたいと思いますし、あとね、暗号通貨これから参入する方チャンスないのって、今からでもチャンス十分ありますよ。ただ2014年とか2015年みたいなチャンスはないです。あの時はただ持っておくだけでどんどん増えた、要するに値上がりしたって形ですからね。今暗号通貨もかなり認知されてきましたんで、ある意味ね、出し抜かなくてはいけないんですよ、他のユーザーさんを。競争になってきますから。まずは情報戦ということで、2014年2015年は早く知って、そこに勇気を持って飛び込んだ人が今益を得てるんですよね、5年後6年後に。で、今から頑張る人っていうのは、あの横一列に並んだ人との競争、そして新規参入者ではなくて、フル株との、フル株って言ってもね、5年10年のフル株ですけども、そういった方とのレースが始まりますんで、正確な情報収集と、私がお勧めするのは情報収集だけではなくて、情報発信を積極的にやっていくことだと思います。発信した人にはね、より多くの情報が集まるようになってきますんでね。じゃあラーメンをね、いただきます。一風堂いただきます。ちなみに私の友人の赤下さんって方がね、アマゾンで書籍を出して、面白かったらええねんってやつね、あのナンバーワンになりました。おかげさまで、ありがとうございます。私今までね、アマゾンのプロデュースで何冊もナンバーワンを送り出してきたんですけども、考えてみたら自分自身が書籍出しても一番になってないですね。大変申し訳ありません。でも自分が一番でなくても人を一番にすることはできるんですよ。ビジネスっていうのは不思議ですよね。いってらっしゃい。